片倉景綱は1557年、八幡宮の神職片倉景重の次男として生まれました。彼は東北地方の強力な大名である伊達政宗に仕えました。景綱は、並外れた軍事的才能と伊達政宗に対する揺るぎない忠誠心で有名でした。彼は多くの戦いや軍事作戦で重要な役割を果たし、熟練した恐れを知らぬ戦士であることを証明しました。彼の最も重要な功績の一つは一鳥橋の戦いがあります。政宗が合戦の際、敵兵を深追いし、逆に敵兵に囲まれてしまった時に、景綱は敵兵を一手に引きつけ、政宗の窮地を救ったとされています。景綱の主君に対する忠誠心と献身は深く称賛され、仲間や同盟者の間で高く評価されていました。